滝川高校キックオフ、キッカー4番、六甲学院リターナーは2枚、21番と22番、六甲学院リターン、六甲学院自陣30ヤード付近からの攻撃と変わります。六甲学院自陣30ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃、攻撃権更新まで10ヤードの前進が必要です。スペシャルプレイ、ビッグゲーム、ファーストダウン。六甲学院ファーストプレーからスペシャルプレイ、一旦ワイドレシーバーへのラテラルパス、後方へのパスを投げ、そこからのパス、前パスは誰が投げても構いません、ただし1回だけです。逆に後ろパスは何回投げても構いません。このルールを利用したスペシャルプレーです。大きく前進し、六甲学院ファースター。六甲学院相手陣20ヤードからファーストダウン10、さらにスペシャルフォーメーション、フランカー8番ピッチパスをキャッチアンドラン、3人のブロッカーの壁を突き大きく減し約9ヤードのゲイン。六甲学院相手陣11ヤードからファーストセカンドダウン残り1ヤード、さらにスペシャルフォーメーション、ラインを2つに分け中央へのラン、その少ないラインの中の中央を突き、ランニングバック38番ファーストダウン獲得です。六甲学院ファーストダウン2ゴール残り8ヤード、パス不成功。ここでスペシャルフォーメーションからのパス、ターゲット20番、しかしこのパスはキャッチミス、パス失敗ですと元の地点に戻り次の攻撃と変わります。アメリカンフットボールの攻撃は4回、4回で10ヤードを進むか、相手陣地奥深くある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。六甲学院セカンドダウン2ゴール残り8ヤード、クォーターバック2番ショットガンフォーメーションから中央へのランプレー、しかしこれはアジャストされノーゲイン、サードダウンに変わります。中で倒れた場合は時計を回り続けます。六甲学院サードダウン2ゴール残り8ヤード、スペシャルフォーメーション続きます。パス不成功。ここでクォーターバック2番エンドゾーンへのパス、しかしこのパスはわずかに届かず、パス不成功、フォースダウンに変わります。
六甲学院フォースダウントゥーゴール、残り8ヤードフィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー10番、キック成功、3点獲得。六甲学院高校3点、滝川高校0点。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、キックでゴールポストの間を蹴り込むフィールドゴールです。キックですと3点、エンドゾーンにボールを持ち込むと6点、さらにタッチダウンの場合はワンプレープラスがされ、そのプラスプレーでエンドゾーンに持ち込むと2点、キックですと1点を加点します。六甲学院高校キックオフ、キッカー16番、先ほど得点を挙げた六甲学院のキックオフにより試合再開です。滝川高校リターン、滝川陣20ヤード付近でボールデッド。ここから滝川高校の攻撃と変わります。滝川高校自陣22ヤードからファーストダウンテン、ワイドレシーバー7番、フラットパスをキャッチし約4ヤードのゲイン。ボールを持っている選手が倒れたところまでを攻撃1回とします。滝川高校セカンダウン6、ボールオン自陣26ヤード20番、ハンドオフを受け中央突破を図りましたが、これは六甲学院ディフェンス素早力ノーゲイン。滝川高校サーラン6、3回目の攻撃、攻撃権更新まで6ヤード前進が必要です。パス不成功、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上に黄色いウエス、イエローマーカーが落ちますと反則が発生したことを意味します。ディフェンスの反則です。これにより5ヤード抜体、5ヤード前進してサーダウンをやり直しとなります。滝川高校サーダウン残り1ヤード、ボールオン自陣32ヤード。クォーターバックスリーク、クォーターバックが自ら中央へ突破を図りました。これによりファーストダウン獲得です。滝川高校ファーストダウン、1回目の攻撃に戻ります。
滝川高校自陣34ヤードからファーストダウン10。ランニバック20番ハンドオフを受け左を2クロをつきました。約5ヤードのゲイン。滝川高校自陣39ヤードからセカンドダウン5。2回目の攻撃、攻撃権更新までは5ヤードの前進が必要です。ランニバック20番オプションピッチを受け左オープン展開。セカンドへフォートで約4ヤードのゲイン。ゲインは前進、後退はロスと表現します。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは審判団の判断で熱中症対策としてクォーターの半分でタイムアウトを取ることが許されています。今季及び前期はコロナ対策として選手全員にフェイスシールドの着用を義務付けておりますので、これを備えてのタイムアウトにもなっております。先ほどのウォーターブレイクの前のプレーはファーストダウンに至っておりました。したがって次は滝川高校ファーストダウン10からの攻撃と変わります。滝川高校相手陣36ヤードからファーストダウン10。パス成功。ワイドレシーバー7番、クォーターバック6番のパスを受け、約2ヤードのゲイン。滝川高校相手陣34ヤードからセカンドダウン8。パス不成功。再びターゲット7番へのパス、しかしこれはカバーされておりパス不成功です。元の地点に戻りサードダウンと変わります。滝川高校相手陣34ヤードからサードダウン8。3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り8ヤード。ランニバック20番オプションプレーのピッチを受け右オープン展開。しかしわずかにファーストダウン至っておりません。フォースダウンと変わります。
滝川高校相手陣27ヤードからフォースダウン残り1ヤードプレーを選択します。ギャンブル。1ヤード獲得しないと攻守交代です。中央へのランプレー。キャリア20番。しかしこれは六甲学院のディフェンスアジャストしノーゲイン。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。六甲学院自陣28ヤードからファーストダウン10。六甲学院スペシャルフォーメーションを継続します。ここで六甲再びフレアパス、失礼しました、ヒッチパスからのキャッチアンドランを図りましたが、これは滝がアジャストし約2ヤードロス。六甲学院セカンドダウン12。クォーダーバック32番、ワイドレシーバー82番にパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、サーダウンに変わります。六甲学院自陣26ヤードからサーダウン12。攻撃権更新には12ヤードの前進が必要です。再びスペシャルフォーメーション、クォーターバック32番。ここでジェットモーションスイープを展開しました。フランカー8番、このトスを受け左オープン展開を図りましたが、これは滝川がアジャストしさらにロス。六甲学院自陣11ヤードからフォースダウン27、パントフォーメーションを選択します。パンター87番。このパントは滝川陣30ヤード付近でボールデッド、攻守交代となります。滝川高校自陣29ヤードからファーストダウン10。ナイスディフェンス。
第2枠6番オプションプレーのピッチを受け右オープン展開を図りましたが、これを六甲学院がチャージし大きくロス。滝川高校自陣27ヤードからセカンドダウン12。ナイスゲーム、ファースト。クォーターバック7番、ワイドレシーバー20番にパス。20番これをキャッチアンドランし大きく前進、ファースト。滝川高校相手陣31ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア6番、相手ディフェンス縫うように走り抜け約9ヤードのゲイン。滝川高校セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣21ヤード。滝川高校ファーストダウン。クォーターバック7番パスを投じようとしましたがスクランブル、しかし相手タックル弾き飛ばし大きく前進、ファーストダウン。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして六甲学院高校3点、滝川高校0点、攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。